先日も1点差試合を締めてくれた矢崎選手、クローザーとしての活躍は2023年のサプライズの一つになってるよね。矢崎選手がおらんかったら今のカープの順位は考えられんじゃろう。セットアッパーでも守護神でも自分のやることは変わらない。そんな自分を通せる力が今の矢崎選手の原動力らしいね。矢崎選手は、僕は栗林じゃないので栗林の代わりになれるわけがないし、栗林の代わりになってくれと期待されてマウンドに上がっているわけじゃない。僕がやるべきことをやればチームのためなると思われているんじゃないかと考えてマウンドに上がっている。と、誰かの代わりのために守護神をやっているわけではなくて、自分のやるべきこととしてマウンドに上がっていると話していたよ。誰しもそういう気持ちを持っていると思うのじゃが、急遽守護神を任された中でも自分をコントロールできているのはさすがじゃわい。普通は気負ったりしそうだもんね。今回はそんな矢崎選手に対するファンの反応を見ていくよ。これまで散々苦労してきたから、ある意味ランナー背負ったぐらいで揺るがない精神は作り上げられてるだろうね。先頭バッター出しても全く動揺しないのは心強いよ。生まれ持った天性も含め、マウンド度胸というのか、気持ちがブレないからピッチングにブレがない。打たれることもあるが、それでも揺るがない精神力はすごい。大学の頃から強心臓タイプだった。プロ入り数年は苦労したが、彼はどのイニングでも動じない強さがある。一見ぶっきらぼうだが、選手からもいじられキャラで愛されてるし、抑えとして大成するかも。考え方が強いですよね。闘志あふれるように見えるのは投球だけで、本当にくればもっと年がいけば南投派にも適応していきそう。ある意味投手らしい投手ですね。自分の世界を持っていて、チームワークよりも自己のパフォーマンスに重きを置いているように思う。それがチームのためになると分かっているから揺るがない。インタビューでのお話を聞くと、落ち着いていて優しい感じの方ですが、マウンドに上がられている雰囲気はいい意味でふてぶてしい感じで、マウンドさばきがすごくいいように感じます。お腹周りもいい意味で令和のえなつって感じで、見ていてワクワクします。去年は1軍スタートとはいえ敗戦処理からでしたが、ぐんぐん評価を上げてセットアッパーまで上り詰めましたね。今や栗林同様、矢崎でダメならしょうがないと思えるくらいのピッチャーになったと思います。もう栗林の代役ではない、カープの新守護神じゃないかね。栗林にももちろん復調してもらい、競い合ってさらなる成長を期待したい。矢崎選手の信頼感が垣間見える反応が多かったね。実際信頼は厚いからの、これは矢崎選手が自ら気づいたものじゃ。2年前から座禅を取り入れて自分と向き合っている矢崎選手、揺るがぬ精神力でカープの守護神として君臨してほしいよね。ということで、矢崎選手に対するファンの反応まとめでした。カープのお話はどうだった？他にもたくさん面白い話をしてるから、最新の動画や再生リストもチェックしてみてね。